こんばんは、高瀬俊介です。動画をご視聴いただきありがとうございます。コメントやいいねボタンを押してくださっている方、いつも本当にありがとうございます。個人鑑定につきましては、この動画の下の概要欄に詳細を記しておりますので、そちらをご確認いただきますと幸いです。今回のテーマは、あの人が急にあなたと仲良くなろうとしてきた本音はということで、お相手の方のですね、態度が急に良い方向に変わってですね、あなたと仲良くなろうとしてきたと。で、その本心といいますか、本音としてはどういったものがあるのかという部分をですね、今回は見ていきたいと思います。今回もですね、3択リーディングということで、カードを3種類ご用意させていただきました。左から A、B、C とさせていただきまして、この中からお好きなカードをお一つお選びください。複数のカードで迷われている場合は、最初にこれだと思ったものをお選びいただいた方がいいかと思います。どうしても選びきれないという場合はですね、それぞれの選択肢の動画をですね、ご覧いただければなというふうに思います。それではカードをお選びいただく時間10秒ほど取りたいと思います。はい、カードをお選びいただけましたでしょうか。それではまずはじめにこちらの A をお選びいただいた方からリーディングしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい。それではまずはじめに A をお選びいただいた方のリーディングをしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。今回のテーマは、あの人が急にあなたと仲良くなろうとしてきた本音はということで、お相手のですね、態度が変わって、で、あなたと、距離を近づけようとしてきた、その本音といいますか、本心としては、どういったものがあったのかという部分をですね、今回は見ていきたいと思います。どんな気持ちの変化があって、あなたと仲良くなろうとしてきたのかっていうところですね。はい。で、今回こちらの3枚のカードが、お相手の本音をですね、表してくれております。で、まずはじめにですね、今回出た結果を見させていただいたところとしては、お相手の方がですね、急にあなたと仲良くなろうとしてきた原因としては、原因といいますか、理由といたしましては、状況が大きくですね、変化したことが関係しているのではないかなと思います。というのも、今まではちょっとあなたとの恋愛に関して時間を割くことができなかった状況から、ようやく解放されて、お相手の方があなたと向き合えるようになったことによって仲良くなろうとしてきていたのではないかなと思います。どういった変化があったのか、それぞれのカードを見ながらお伝えしていきたいと思います。で、まずはじめにですね、今回はこちらのカードから見ていきたいと思います。こちらのカードがですね、表しているものとしては、身動きが取れないであるとか、あとは行き詰まりということを表すカードとなっております。ちょうど絵を見ていただきますと、何か縛られた人がですね、突き刺さった剣に囲まれている様子が見えるかと思うんですが、これがまさに身動きが取れないというような状態で、お相手の方がうまく自分の思ったことをやることができないというような状況を表しているカードとなっております。すなわち、何か周りの環境から邪魔されたりですね、第三者から何か誹謗中傷を受けて、このメンタル的にやられてしまうであるとか、そういった外部的な要因がお相手の方を邪魔していて、あなたとの恋愛に対するですね、時間であったり、あとは向き合うさせようとしていなかった。そういったことが原因で、今まではあなたとですね、ちょっと仲良くなろうとしなかった。どちらかというと仲良くなろうとできなかったっていうのが、近いのかなというふうに思います。それぐらいですね、お相手の方は、周りの、環境であるとか、状況に、振り回されていてですね、あなたとの恋愛については何もアクションを起こすことはできない。すなわち、身動きが取れないっていうような、状態であったのではないかなと思います。ただ、そこからですね、ようやく、抜け出すことができた、お相手の方を縛っていた状況が、ようやく、終わりを迎えたことによって、今はあなたとこう向き合えるようになって、仲良くしようとされているのではないかなと思います。それを表すカードもちょうど今回出ておりまして、それがこちらのカードになっております。で、こちらのカードがですね、表す意味としては、急速な展開ということを表すカードとなっておりまして、その物事がですね、この状況とかがガラリと変わることを表すカードとなっております。で、その状況がガラリと変わるということに関しても、良い方向へ急展開していくっていうことであったり、あとは不安や悩みが解消されるということを表すカードでもあるということから、ちょうど先ほどのですね、お相手の方を縛っていたり悩ませていた状況というものが好転していって、全てがこう解決に向かっていったということを表すカードとなっております。このような大きな状況の変化によってお相手の方はあなたともう一度こう向き合えるような状態になっていったというようなことをですね、表してくれているカードとなっております。この大きな変化こそが今までのお相手の方と今のお相手の方のその態度の違いにですね、つながっているのではないかなと思います。で、現状ですね、その状況が落ち着いたことで、あなたとこう仲良くなろうとしてきていたということは、もともとあなたのことがすごくこう気になっていたのだと思います。ただ、その気になっていたけれども、今はそこにこう向き合わせてくれないっていう状況があったので、それをあなたに対して見せれていなかったのかもしれないんですが、本来はあなたともっと仲良くなりたいという気持ちが強い方だったので、以前からあなたのことは恋愛対象として見ていらっしゃったり、異性としてすごく意識されていたのではないかなと思います。で、その状況が今落ち着いたことによって、お相手の方の本音としてはですね、もっともっとあなたとの関係を発展させていきたい、前に進めていきたいっていうふうにですね、思っていらっしゃるのではないかなと思います。それを表すカードがですね、こちらの真ん中のカードになっておりまして、こちらのカードはですね、実行に移すということで、何か現実的なアクションを起こしたいっていうことを表すカードとなっております。このカードは恋愛とかで言いますと、仲を深めるためのアプローチであるとかですね、もっともっとこう深い関係になるための何かこう行動を起こしたいっていう気持ちの表れでもありますので、これこそがお相手の本音と言いますか、仲良くなろうとしている本当の理由なのかなというふうに思います。すなわち、あなたとの恋愛をしたくて、仲良くなりたいっていうふうに思っていらっしゃるかと思うので、決して何か下心のようなものがあって、あなたに対して近づいてきているのではなくて、真剣にですね、あなたとの恋愛というものを考えていらっしゃって、それを実現するために今、仲良くなろうとされているのではないかなと思います。なので、これまでそういった、仲良くするような素振りといいますか、行動をしてきてこなかった理由としては、お相手の方は本当はしたかったんだけども、それができなかったっていうことが関係しているっていうのがですね、今回のカードからは読み取ることができますので、これからはその問題というものがすでに解決しているので、二人の関係を前に進むための行動をいろいろあなたに対してもしてきてくれるのではないかなというふうに思います。はい。ということで、A をお選びいただいた方、ありがとうございました。少しでも参考になれば幸いです。はい。それでは次に B をお選びいただいた方のカードをリーディングしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。今回のテーマは、あの人が急にあなたと仲良くなろうとしてきた本音はということで、お相手の方がですね、急に、あなたとの距離をこう縮めようとしてきた、その理由といいますか、本心というものがどういったものなのかっていう部分をですね、今回は見ていきたいと思います。今回こちらの3枚のカードが、お相手の方の本音がどういったものなのかということを伝えてくれております。まずはじめにですね、今回出た結果を見させていただいたところといたしましては、お相手の方がですね、急にあなたと仲良くなろうとしてきた、理由といいますか、本心としては、あなたに対するですね、気持ちがお相手の中でですね、芽生え始めたのではないかなというふうに思います。あなたに対する気持ちが生まれたことによって、もっと仲良くなりたい、もっと深い関係になりたいっていうようなことを思われて、あなたとの距離を縮めようとされているのではないかなと思います。どういったことなのか、それぞれのカードを見ながらお伝えしていきたいと思います。まずはじめにですね、こちらのカードから今回見ていきたいと思います。こちらのカードはですね、情熱ということを表すカードとなっておりまして、熱い気持ちを表すことが多いカードになります。その他の意味としてはですね、何かが始まるとか、何か新しいものが生まれるっていうことも表すカードになっておりまして、このことからですね、お相手の方の中で、あなたに対する気持ち、思いのようなものがですね、芽生えた、生まれたのではないかなと思います。そのことがきっかけであなたともっと仲良くなりたい、あなたともっと深い関係になりたいというような、気持ちにまで発展していって、実際の、行動として、仲良くなろうとしてきていらっしゃるのではないかなと思います。今までは、そういった、もしかしたら気持ちがなかったのかもしれないんですが、突然何かがきっかけで、あなたに対する見え方が、ガラリと、良い方向に変わってですね、そういった、恋をしたいというような気持ちがですね、お相手の方の中で芽生えてきたのではないかなと思います。あとはその熱い気持ちということから、最初から燃え上がるような気持ちを表すこともあるんですが、そういった意味では、一目惚れをするっていうことを、表すカードでもありますので、あなたと出会った瞬間にですね、あなたのことがすごく気に入って、仲良くなりたいっていうふうに思われたのではないかなと思います。いずれにせよですね、あなたに対する良い感情が、お相手の方の中で生まれてきたことによって、その実際に、その気持ちをとどめておくだけではなく、実際の関係としても深めていきたい、そういった思いがあって、あなたとですね仲良くなろうとしてきていらっしゃるのではないかなと思います。なので、あなたに対して今好意を持っていらっしゃるっていうことですね。で、そういった行為のですね、好意を守っているっていうことに加えて、お相手の方の中では、あなたとだったらうまくですね、付き合っていける、関係をですね、築いていけるというふうにも思っていらっしゃってですね、それを表すカードがこちらのカードになっております。こちらのカードはですね、確かな手応えということを表すカードになっておりまして、手応えとか自信を感じているっていうことを表すカードになっております。このカードが表す通り、あなたとだったらこれからもうまくやっていける、そういった手応えといいますか、自信がお相手の方の中ではあって、で、そういった意味でもこれからですね、一緒にパートナーとして歩んでいくためにも、今のうちから仲を深めておきたい、仲が良くなっておきたいっていうことを思っていらっしゃるのではないかなと思います。あとは望みのものを手に入れるっていうことを表すカードでもあるので、あなたのことを今すごく気になっていらっしゃるっていうことをお伝えしたので、あなたをものにしたいっていうふうにもですね、思っていらっしゃるのではないかなと思います。なので、非常にあなたに対して興味関心を抱いているっていうことを表すカードが2つ出ていますので、すごくですね、お相手の方はあなたのことを好きという気持ちが今高まってきているのではないかなと思います。で、それに加えてですね、最後のこちらのカードも非常にポジティブなメッセージを伝えてくれているカードとなっておりまして、こちらのソードのキングのカードになるんですが、このカードは新しい展開を切り開くということを表すカードとなっております。すなわち、あなたと新しい関係を築くために自分が動いていきたいっていうふうにですね、思っているということを表すカードとなっておりまして、今の関係を打破して、さらにり上の関係になっていきたいというような、気持ちをですね、表すカードとなっております。そのことから、やはりですね、お相手の方も今の関係に満足しているっていうわけではなく、その上の関係ですね、その先の関係といいますか、に、なっていきたいんだというような気持ちが強く、抱かれているのかなと思いますので、例えばまだお付き合いをされていないのであれば、実際に、交際をスタートできるような関係であるとか、すでに何かこう、いい感じの関係になっているのであれば、もっとこう、周りから認められるような関係ですね。例えば正式に恋人になるとか、あとは夫婦の関係になるとかですね。そういったところまでを今、お相手の方の中では想像されているといいますか、すでにこう、ビジョンのようなものが見えているのではないかなと思いますので、そういった目標ですね。お相手の方の中で掲げていらっしゃる目標を実際にこう達成するために、これからこう動いていこうっていうふうに気持ちとしては思っていらっしゃるかと思うので、この先ですね、お二人の関係としては、どちらかというとお相手の方がこうリードする形で、二人の関係っていうのはどんどん前にですね、こう発展していくのではないかなというふうに思います。実際にお相手の方としても、そういった自分がこうリードしていって、二人の関係を良い方向に導いていきたいっていうような気持ちが出ているということを表すカードになっているので、これからですね、お相手の方があなたをこう引っ張って、二人の関係をこう発展させていってくれるのではないかなというふうに思います。はい、ということで B をお選びいただいた方ありがとうございました。少しでも参考になれば幸いです。はい、それでは最後に C をお選びいただいた方のカードをリーディングしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。今回のテーマは、あの人が急にあなたと仲良くなろうとしてきた本音はということで、お相手の方のですね、態度というものが、急に変わって、で、あなたと、距離をこう縮めようとしてきた、その背景には、どういった気持ちや理由があるのかっていう部分をですね、今回は見ていきたいと思います。今回こちらの3枚のカードが、お相手の方のですね、本音がどういったものなのかということを表してくれているカードとなっております。で、まずはじめにですね、今回出た結果を見させていただいたところといたしましては、お相手の方がですね、急にあなたと仲良くなろうとしてきた、理由といいますか、本心としてはですね、今までこう抑えていた、欲望とか、あとは本心というものがですね、それが、こう、今はこう前面に出すようになってきた。いわゆるリミッターのようなものが今こう外れて、自分の思うがままにというか、欲望のままにこう動いているっていうことがあって、本来はすごくですね、あなたともっとこう仲良くなりたかったっていうものがあった、そういう気持ちがあったかとは思うんですが、何かこう、お互いの立場とか周りの目とかですね、いろんなものをこう気にしていると、それをこう出すことができなかった。でも今の状況だったら、その気持ちを前面に出すことができるようになって、あなたとのですね、距離をこう縮めて、きていらっしゃるのではないかなというふうに思います。どういうことなのか、それぞれのカードを見ながらお伝えしていきたいと思います。今回はですね、それぞれのカードの単体の意味というよりかは、今回出たカード同士の関連でですね、こう、いろんなメッセージを読み取ることができますので、そのあたりも含めてですね、お話をしていきたいなというふうに思います。で、まずはじめにこちらのカードから見ていきたいと思います。で、こちらのカードはですね、タワー、塔のカードになるんですけれども、このカードがですね、表すメッセージとしては、何かを、破壊するとかですね、崩壊するっていうことを表すカードとなっておりまして、今まで築き上げてきたものが、一瞬にして、こう、崩れ去ってしまうっていうことを表したりもするんですが、本来だったらですね、かなり良くないメッセージのですね、メッセージを持つカードになっております。それこそ、例えば、お付き合いをしているお相手の方との関係が、解消されてしまうとかですね。あとは、今まで積み上げてきた評価が、崩れてしまって、周りから白い目で見られてしまうとか、そういうですね、あまりいい意味を持つカードではないんですが、ただ先ほどもお伝えした通り、今回はこのカード単体の意味というよりかは、出たカードのメッセージでですね、違うことを伝えてくれているのかなっていうのがありますので、まずこのカードに関しては、お相手の方の中で何かがこう、破壊された、崩壊したっていうことをまずは伝えてくれております。で、それが何が破壊されたのかって言いますと、最初にもちょっとお話ししたお相手の気持ちを抑えていたリミッターが破壊されて、今は素直な感情で動くことができているっていうことを表す、意味となっております。で、それをですね、伝えてくれているのがこの真ん中のカードになっておりまして、今回こちらのカード逆位置として出ております。このカードはですね、力というカードになっておりまして、その力のカードの逆位置になっているんですが、もともと正位置だとどういう意味なのかっていうと、気持ちとか感情をコントロールする、どちらかというと抑えるっていうことをですね、表すカードとなっております。なので、自分の本心であるとか願望を抑えるということで、本当はこういったことを言いたいとかやりたいっていうものを、あえて我慢しているような、そういった状態を伝えるカードになるんですが、今回これがですね、逆位置になっているっていうことは、そういった感情とか、本心をむき出しにしているっていうことを表すカードとなっております。すなわち、今、お相手の方は本心のまま行動しているっていうことをですね、表しているんですね。その気持ちをですね、気持ちとか感情を抑えつけていたものが今破壊されたことによって、その本心のまま動いている。すなわち、お相手の方は、もともとあなたともっと仲良くなりたかったっていうふうに思っていらっしゃって、今はその感情に素直になって行動ができているからこそ、あなたとですね、仲良くなろうとしてきていらっしゃるのではないかなと思います。で、最後のこちらのカードについてなんですけれども、こちらのカードもですね、好奇心旺盛であるとか、豊かな感受性ということも表したりもするんですが、好奇心旺盛ということから、もともとあなたに対して、すごく興味を持っていらっしゃったとかですね、あとは意識していらっしゃったっていうことを表すカードになっております。なので、お相手の方はあなたに対して、そういった気持ちをですね、何らかの理由で見せることができなかった。最初にもお伝えした通り、例えばお互いの立場が今は恋愛できない立場であったりだとか、あとは世間体とか周りの目とかを考えると、あまりそういった感情を見せることができなかったっていうですね、ことが原因で、今まではちょっと距離をあえて取っていたといいますか、あまり打ち解けないようにされていたのかもしれないんですが、ただそういった状況から変わってですね、今はもともと抱いていたあなたに対する気持ちですね、というものを前面に出せるようになったことによって、お相手の方はあなたとですね仲良くなろうとされてきているのではないかなと思います。なので、今までですね、あなたにはそういったものを見せていなかったのかもしれないんですが、以前から、あなたのことに対してはすごく興味を持っていらっしゃって、好意を持っていらっしゃったのだと思います。で、その、素直な気持ちですね、気持ちを前面に出せるような状況の変化があったことによって、あなたとですね、仲良くなろうとしてきていらっしゃるかと思うので、その、仲良くする、近づいてきてくれた時にですね、あなたに対して投げかけて来てくれた言葉とかもいろいろあるかと思います。それらもですね、おそらく本音でおっしゃっている言葉だと思いますので、お相手の方はですね、あなたに今近づいてきているということは、その先の関係のことについても考えていらっしゃるかと思うので、お二人の関係はですね、これから良い方向にどんどん進んでいくのではないかなというふうに思います。はい、ということで C をお選びいただいた方ありがとうございました。少しでも参考になれば幸いです。はい、ということで今回はあの人が急にあなたと仲良くなろうとしてきた本音はということで、お相手のですね、態度が急に変わってですね、あなたと仲良くなろうとしてきたと。その時にどんなことを思って、あなたと仲良くなろうとしてきたのか、その本音をですね、今回は見させていただきました。リーディングの内容はいかがだったでしょうか？動画の内容が少しでもあなたのお役に立てれば幸いです。今回の動画としては以上となるのですが、最後に一つだけお伝えしたいことがございまして、現在個人鑑定を行っております。いつもご覧いただいているこちらの YouTube チャンネルでは、一つのテーマに対し大勢の方に向けてリーディングを行っているんですが、個人鑑定ではあなたが今まさに気になっている、お相手の方との今後の関係性や、復縁の可能性などですね、様々なお悩みであったり、気になることについても鑑定をさせていただいておりますので、もしご興味がありましたら、個人鑑定もご利用いただければというふうに思います。個人鑑定につきましては、この動画の下の概要欄に詳細を記しておりますので、そちらをご確認いただけますと幸いです。それでは今回も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。